ジーブ・ミルカシンは、インド・チャンディガル出身の男子プロゴルファー。インドを代表するゴルファーとして、アジアンツアー・ヨーロッパツアー、日本ツアー・アメリカツアーなど、世界各地のツアーで活動している。これまでにアジアンツアー6勝、ヨーロッパツアー3勝、日本ツアーで4勝を挙げており、インド人選手として、最初のマスターズ出場も果たしている。 父親は1950年代後半から60年代前半に活躍した陸上競技選手のミルカシン。11歳からゴルフを始め、1993年にプロ入り。同年にマレーシア開催のトーナメントでプロ初優勝。1995年にアジアンツアーのフィリピンクラシックで優勝し、同ツアーの賞金ランキング3位に入る。同年4月の ダンロップオープンゴルフ選手権競技で日本ツアーにデビューする。その後、アジアンツアーでは1996年のフィリップ・モリス・アジアカップと1999年のレクサス・インターナショナルで優勝があり、1998年にはヨーロッパツアーにもデビューした。2001年以後、シンは日本ツアーにも年間フル参戦するようになる。2006年に入り、 ジーブ・ミルカシンは、欧州や日本などの国際ツアーで成績を伸ばし始める。4月中旬のボルボ・チャイナ・オープンで、ヨーロッパツアー初優勝を果たすと、10月の欧州ツアー年間最終戦、ボルボ・マスターズでも優勝し、ヨーロッパの賞金ランキング16位に食い込んだ。その勢いに乗り、日本ツアーのカシオ・ワールド・オープンとゴルフ、日本シリーズで2週連続優勝を達成。 2007年にインド人選手として史上初のマスターズ出場者になり37位タイに入った。2008年1月に結婚。6月にオーストリア銀行オープンゴルフで欧州ツアー3勝目を挙げる。この年はゴルフメジャー大会でも2年連続2度目のマスターズ出場で25位になり全米プロゴルフ選手権で9位入賞を果たす。アジアンツアーでは 初の賞金王になり、日本ツアーでも、セガサミーカップとゴルフ、日本シリーズで2勝を挙げた。ゴルフ、日本シリーズの開幕直前に、夫人が最初の子供を流産したとの知らせが入る。その苦境を乗り越えて、日本ツアーの年間最終戦で2年ぶり2度目の優勝を決めた。最終ラウンドは17歳の石川亮が新と同組になり、多数のギャラリーが観戦に集まった。 2009年3月、シンは世界ゴルフ選手権シリーズ第2戦の CA 選手権で単独4位に入り、世界ランキング自己最高位を29位に上げた。ありがとうございます。